大人が抱えるものだったと思うんだけども、今はもうみんなぐらいの年齢でもストレスあるよね、きっと。ただ、まあもちろんいろんな人が学校にいて、自分がじゃあやりたいことだけ好きなようにやっていればいいかっていうと、それはまた違う話だと思うんだけども、無理に輪に入っていくこと、まあそれで学ぶこともまああるとは思うからね。一度入ってみて、やっぱり違うなとか、でも入ってみるとこんなこと発見もあるなとか、体験してみることってすごく大事なことだと思うんで、一度入ってみてこう見極めてみるっていうのもいいかもしれないね。完全に閉ざすことっていうのはそういうこともあると思うんだけども、最初にそれは してはダメだと思うんだよね。私の夢だっていうものを持っている人、これはね、今すごく面白い話だったんだけど、教えて一郎先生、つまりプロになるってことだね。それは職業だからね。お寿司が大好きだったのは、自分の仕事になると、まあ、大変なことがほとんどで、まあ、心から楽しめなくなるという現象が、まあ、起きるのね。それを受け止めて頑張っていくことができるかどうかは、まあ、今やってることが、まあ、好きであるかどうかということがポイントになるんだけれども、例えば僕は野球部をプロとしてやってきたけれども、昔、まあ、小学生の時にやってた野球と全く違って、そういう楽しさはゼロです。プロになるとやっぱ責任がついて回るんで、うまくいった時の気持ちよさっていうのはもう言葉が表現できない、口ではもう説明できないようなその快感があるんだけれども、でも基本的には失敗と常に向き合うことの時間になるので、まあ、すごく大変なこと。だからもう一度同じ人生を、野球選手になりたいかと僕は聞かれたら、やるというはっきりと、やりたいということはできないというのがプロの世界だということは知っておいてもらったね。お金が全てではないという言葉に対して、今までの人生を通してどのように考えますか？教えて一郎先生。全てじゃないと思うね、確かに。ただやっぱりそれがなくしては生きていけないので、どうやってお金を稼ぐかっていうのはすごく大事なことなんだけど、もっと大事なのはどうやって使うかということ、何に使うか、これに最もその人が出る。ある時までは、例えば誰かに奢ってもらったりごちそうしてもらったりすることが嬉しかったりする、ラッキーと思ったりするんだけど、でもある時からその反対の立場になる方が、まあ、当然まあ気持ちよくなってきて、自分じゃなくて人が喜んでもらうためにお金を使うことができたら、すごくハッ